事件現場仙台アーケード街トラック暴走事件とは2005年4月2日に仙台市青葉区の商店街中央通りにトラックが侵入、暴走し歩行者7人が死傷した無差別殺人事件2005年4月2日午前9時5分歩行者専用となっている仙台市青葉区の商店街クリスロードとハピナ中家町にレンタカーのイスズフォワードトラックが侵入し 時速40から50キロの速度で暴走した。目撃証言によると、トラックは歩行者を追いかけるように蛇行運転しており、付近の歩行者7名を、次々とはね、約550メートル進んだところで、別のトラックに衝突し停止した。被害者のうち3名が死亡、4名が負傷した。運転者である A は昇進自殺しようと、着用していた服に灯油をかけ発煙灯で点火し、 燃え上がらせ、服を車のダッシュボードに放置した後近くの仙台駅前交番に出頭し、業務上過失致死傷及び道路交通法違反容疑で緊急逮捕された。A は逮捕後の取り調べで、死にたいと思い故郷の仙台に来た、自殺を図ったが、死にきれなかった、天の声が聞こえた、信号無視をし、最初に跳ねた2名を避けようとして、アーケード街に入ってしまったなどと供述した。 現場検証では、最初に歩行者と衝突した現場からは、ブレーキ痕が発見されているが、アーケード街内部には、ブレーキ痕が見られなかった。このため、仙台地検は、アーケード街内部では寝られた4名の事件について、殺人、殺人未遂で、入り口付近の3名分については、業務上過失致死傷で起訴した。道路交通法違反、建造物等以外放火でも起訴した。 検察側は無期懲役を求刑、被告側は心身喪失を主張し無罪を求めた。一審の仙台地裁では、被告の責任能力を認めたが、未筆の恋と長年にわたって幻聴に悩まされ、統合失調症だった可能性と、それゆえに離婚や転職を繰り返していたという情状を組み、2007年3月15日に懲役28年の有罪判決が言い渡された。 双方、量刑不当を理由に控訴。2007年11月20日の控訴審初公判で、検察側は残虐性と身勝手さを主張し、再び無期懲役を求刑した。被告側は、統合失調症により正常な判断ができず、心神喪失か講弱状態であったとして、減刑を主張した。2008年3月7日の判決公判で一審の未必の行為については、 確定的殺意があったと認定、統合失調症だった可能性はあるが正常な判断はできたはずとして一審判決を指示、被告側の主張する事件当時の状態の主張を知りけた。そして、現地住民、地域社会に与えた影響は大きいとして一審判決を破棄し、無期懲役判決を言い渡した。被告は上告せずに刑が確定した。遺族がレンタカー会社に対して、 賠償訴訟を起こし、仙台地裁は6,400万円を支払うよう判決を下した。以後レンタカー事業者では、こういった意図的な犯罪事案に関わった場合は、一切の保証制度を適用しないという一文を、契約約款に加えるようになっている。詳細は、仙台市道南公院朝鮮、第二のアーケード暴走事件を、参照2005年12月25日午後6時50分。 乗用車が仙台市道南公園朝鮮からマーブルロードをお待ちに侵入し暴走7名が重軽傷を負い運転していた B が業務上過失障害と同行法違反の容疑で逮捕されている。商店街では4月の暴走事件後に自動車が侵入可能な交差点にプランターを置くなどの対策を行っていたがこのプランターの隙間から侵入しての犯行であった。 B は、障害容疑で送検、起訴された。第一審では、被告の責任能力が認められ、2006年3月19日、懲役3年の実刑判決が言い渡された。なお、2008年6月に起きた、秋葉原通り魔事件の容疑者は当時仙台在住で、事件現場のアーケード街に近い場所に住んでおり、通り魔事件の取り調べで、 トラックで人を跳ねることについてこの事件を参考にしたと供述している。ありがとうございます。